こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっといいもの買ったんですよ。こちらなんですけど、 3D ペンです。はい、立体的にこういうのとか、まあ、こういうのがね、 3D の立体的な絵が描けるというか、そういうものが作れる、なんかいいものなんですよ。でこちらAmazon で購入しました。確かね、3000いくらだったと思います。でその 3D ペンがこちらになります。結構ねでかいっす。ちょっとまあこれ購入してやりたかったことがあったんで、まあ、それをやってみようかなと思います。でまあ何をするかと言いますと、まあ、これですよ。これですよっていうか、吊り橋なんですよ。プラレールの吊り橋を作りたかったんです。そう、吊り橋で、まあ、とりあえずちょっとね作ってみます。どんな感じなのか全く分かんないんですけど、なんかプチって言った、プチ、なんか出てきたけど、これどうしたらいい。なんか出てきたけど、止まった。すっごい臭い。すんごい臭いんですけど、これなんか、ちょっと待って、これどうすればいいんや。そこまで熱くないわ。こんなのができた。とりあえずちょっとやってみます。でこんな感じ。はい、ちょっとこの厚紙を用意しました。ここに図面っていうのかな、分かりやすくこう書いた方が、その線をこのペンでなぞった方がやりやすいのかなと思ったんで、そうします。とりあえずレールの型を取ります。じゃあこれで、あとは吊り橋のこの吊るこの足を作んないといけないんで、これを4つ作って、とりあえずこんな感じで、うわ、よいしょ、なんとなくはできてきましたよ。なんとなくはできてきたんですけど、こっからっすよね、問題は。吊り橋なんで、こうちょっと。おい、難しいぞ。だって真ん中がここだから、こっからこうですよね、こっからこう。めっちゃかっこ悪いな。すごいやりにくい。まあ、とりあえず一応それっぽいのはできたんですけど、あとここをもうちょっとなんかこう。はい、3D ペンで、吊り橋、できました。はい、まあ、こんな感じなんですけど。
まあ、ちょっとね正直かなり、まあ、雑い感じにはね、かなり雑い感じにはなったんですけど、まあ一応吊り橋みたいにはなりましたよね。はい、上から見るとこうで、まあ、下から見るとこんな感じ。一応ねちょっとプラレール乗せてみますね、先頭車だけ。これ山手線です。乗せてみるとどうなんだろう、いけそうな感じは、あ、これいけんじゃないですかこれ。ではですね、これで走らせてみたいと思います。ちなみにね、箸ちょっとこうやってつなげてみてみると、なんかやっぱ不自然だけど、まあそれなりによく、じゃあ行きます。さあ無事走るんですかね。お、もう一回ちょっとごめんなさい、これでいけると思う、これで。おー、あんねダメだ、壊れた壊れますねこれね。もう一回だけちょっといきます。一回でもいいから通ってくれたら一回だけでも通ってくれたら一応成功ということで、もう一回いきますあ、いきますよ。はあ、よし、お願い、来てくれ、行け、通過して、よっしゃ、行け、通過して、よっしゃ行った、もう一回来る、もう一回行ける、お願い、よっしゃちゃんと通過しましたね、やった、おあはい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はこちらの3D ペンを使ってプラレールの吊り橋を作って走らせてみました。ちょっとね壊れちゃったんですけど、強度はやっぱないですね。まあ作り方次第だとは思うんですけど、いきなりやるには難しすぎたかなと思いました。で、あとねこちらのペンなんですけど、私初めて 3D ペン使ったんですけど、めちゃくちゃ使いにくいなと思いました。Amazon の評価良かったんですけど、ジョージシアの評価は微妙かもしれないです。ただなんかここが詰まったりとかっていうのはなかったんで、慣れてくれば使いやすくなるのかもしれないです。糸がなんかこう垂れてくるし、止まらないんですよね、止めるようにしてもこうずっと出てくるっていう。またねちょっと練習して、もうちょっとなんか面白いもの作れるようになったら動画にしたいかなと思います。はい、という感じです。ありがとうございました。